おはようございます。白菜です。さて、本日のお話はそれを受け入れるのか戦うのかというお話です。オデッセイという映画をご存知でしょうか。火星への有人探査に行ったチームが大きな砂嵐に遭う。予想以上に規模が大きく、このままではロケットが倒れて地球に帰還できなくなると判断した船長は退避を命じる。ロケットへ向かう途中、マット・デイモンを演じるマーク・ワトニーは折れたアンテナにぶつかり弾き飛ばされ意識を失ってしまう。他のクルーたちはワトニーが死んだと判断し、ロケットに乗って地球へ出発してしまう。意識を取り戻したワトニーは植物学者としての知識を生かし、ジャガイモを栽培。次の火星探査ミッションのクルーが到着するまでの4年間を生き抜く決意をし、生存をかけた孤独な戦いが始まる。何度も絶望と死の瞬間を味わいながら、それを乗り越え、仲間たちに助けられ、ワトニーは地球に帰還するわけですが、地球に戻ってきたワトニーは、宇宙飛行士訓練生に抗議する場面があります。一人で置き去りにされて、死ぬと思わなかったか。もちろん思った。相手は宇宙だ。協力的じゃない。ある時点で人間を見放す。覚悟しとけ。君らにも怒る。君は言う。もう終わりだ。僕は死ぬと。それを受け入れるのか、戦うのか。そこが肝心だ。まず、始めるんだ。問題を一つ解決したら次の問題に移る。それを続ければ変えれる。人生においても同じことが言えます。もうダメだ。報われない。今更どうにもならない。どうせ自分には。それを受け入れるのか戦うのか。ワトニーが言うように、肝心なのはそこです。人は平等ではないし、家柄や子供の頃の環境は確かに影響力は大きい。でも、だからしょうがないと言い訳を許すのか、自分の人生は自分で決めると決断し、戦うのか。もう一度言います。肝心なのはそこです。言い訳を捨て、なりたいようになるために行動する。それができるかどうかが未来を決めます。やってやりましょう。では、今日も素敵な一日を。